私のチャンネルへようこそ JBN1View。 様々な組み合わせで彼らに着目してみると、さらにキング&プリンスへの魅力に引き込まれるだろう。神宮寺勇太と永瀬角、絶妙なコンビで笑いとジグレンエピソードが満載。キング&プリンスへの神宮寺勇太が10月30日に25歳の誕生日を迎えた。SNS ではファンからお祝いメッセージが多数寄せられ、お祝いムードに包まれた。その3日前には、メンバーの永瀬角が自身のラジオ番組で、一足早く神宮寺にお祝いメッセージを送っていたことも話題に。そこで今回は、神宮寺と永瀬のジグレンコンビにフォーカスしてみたい。神宮寺勇太に永瀬角、ショート動画でも息の合ったドラマを展開。キング&プリンスとしては、6月リリースのフォースアルバム、メイドインで永瀬と神宮寺によるユニット曲、ドルが収録されたほか、4月のナインスシングル、ラビンや踊るように人生を、リリース時に YouTube へで公開されたダンス動画、レッドダンス、ラビンでも、2人の仲の良さが発揮されていた。平野紫耀のソロ動画では、永瀬と神宮寺がカップルのようにカットインし、桜の木の下でキスするというドラマチックな演出で盛り上げた。視聴者としても驚きやツッコミを入れたくなる場面だったが、一番驚いていたのは神宮寺だったという逸話も含めて、楽曲に楽しいエピソードが重なった。そして先日公開された、レッドダンス、月読みの永瀬ソロ動画では、踊る永瀬の後ろで、今度は平野が神宮寺と情熱的なダンスを繰り広げる。この先3人の関係はどう展開するのか、気になって仕方がない。さて、2人はマックを担当する機会にも恵まれ、神宮寺は名所から一番近い家、で、永瀬も3月の、プレミアムミュージック2022で生放送の司会を務めた。彼らがマックとなってトークを回す機会も相当多い話ではないのかもしれない。前述したラジオ番組で永瀬は改めてめでたいね。これからも仲良くしていただけると、いつも通りなんかバカやってグループ盛り上げてほしいなと思います。おめでとうございます。と神宮寺に言葉を寄せていた。キング&プリンスへのメンバー全員に言えることだが、ダンスパフォーマンスやステージでの歌唱を見ていると楽曲によってはとてもクールな印象を受けるが、バラエティ番組や SNS で見せる姿にはまた違った印象を持つのも特徴だ。グループ仲が良いだけに、ジグレンをはじめ、様々な組み合わせで彼らに着目してみると、さらにキング&プリンスへの魅力に引き込まれるだろう。10月27日放送のキング&プリンス永瀬角のレイディー・オー・ゴーデンの冒頭で、永瀬はいつも風呂上でふざけている神宮寺くんと切り出し、いやからかみも25かとしみじみ、やっぱ俺らって年齢の割に精神年齢低いよな、すごい思うんですよねマジでと話し、そこが5人の魅力であり、そういうところが好きだというファンもいっぱいいるだろうと前置きしながら、精神年齢の幼さは神宮寺が筆頭なのではとコメント。また、冠番組、キング&プリンスルを見れば神宮寺のキャラが徐々に分かってくると話す、永瀬。以前、神宮寺が番組で披露した、神宮寺という一発ギャグを見た時に衝撃を受けたとしつつも、好きです。ああいうの神宮寺らしくて、と全肯定。スタジオでも笑っていたのは永瀬だけだったというエピソードも明かした。同番組内では、永瀬の VTR 中にワイプに映る神宮寺が思いっきり笑っている姿もあれば、道の駅サンヒンクキング企画で岸優太が選んだ食材の衝撃に、二人して机に手をついて落胆するように顔を下げ、同じリアクションを取りながらツッコミを入れる一幕も、わずかな場面ではあるが、笑いのツボが似ているせいかリアクションまでシンクロしていたのが微笑ましい。そんな二人は映画で共演を果たした間柄でもある。
2019年公開の永瀬主演映画、うちの執事が言うことには、では、永瀬は留学先のイギリスから帰国したばかりの社交界の名門の御曹司役烏丸花江で、神宮寺は彼のお兄ちゃん的存在である、名門赤目家御曹司の赤目国屋役を演じた。本作で永瀬は映画初主演、神宮寺も映画初出演という記念すべき作品になった。共に初尽くしだった2人も、様々な作品に出演を重ね、2022年には1月期放送のドラマ、ワゲモンから長崎通訳異聞から、で永瀬が NHK ドラマ初主演、そして本格時代劇に初挑戦したのに続いて、4月期放送のドラマ、受付の嬢、では神宮寺がドラマ単独初主演と、今年も変わらぬ活躍を見せる。視聴者も反応。角君はじぐたんと同じ目線で神宮寺くんを見てるからファンがそう、と頷くことが多い。同じように神宮寺くんもジッ